源義綱は平安時代後期の武将。河内源氏二大統領、源、頼近の次男。母は平直方の娘で、兄の源義家、弟の源義光と同福である。河内国石川郡、坪井の河内源氏の航路法の館に生まれる。京都の鴨神社で元服したことから鴨の次郎と称する。父や兄と共に、 前9年の役で戦い、その勲功を称され、公平6年2月27日に、江門城へと任せられる。兄の吉家とは不仲であったらしく、後3年の役には参戦せず、京都に泊まり、漢字5年6月、義皇の老党、藤原の利清と吉家の老党、藤原実清氏が、河地国の所領をめぐって争いを始め、 義皇自身も、吉家と合戦寸前にまで至るが、二人の主人である、関白、藤原諸真が仲裁に入って事なきを得た。義皇は、同年正月に、藤原諸真が、設営に参大する際の行列の先具を務めたほか、翌漢字6年2月には、藤原忠真が、春日祭司となって、奈良に赴く、祭の経営、漢字7年12月には、 源の歳久の経営がの三代の際に仙愚を務めるなどしたが、吉家の方は、長治元年までそうした活動はしていない。漢字7年、では守信明が、平氏名とこの平氏季に襲撃され殺害される、事件が起きた。そこで、隣国、陸津守を務めていた、義校に追悼が命ぜられ、容認をしていた、義校は自ら下校する前に老党を派遣した。 その老頭は、市名を切り、乱を素早く鎮圧した。義公はその公で、吉家に並ぶ十四人下に除せられ美の守るに、転任している。その勢いは明らかに、吉家を上回るものであった。家宝二年、美野の延略寺小遠領を戦時によって就航した際、寺川と小ゼリアになり、一人の僧が矢に当たって死んだ。延略寺、日吉社はこれに起こり、初めて、 日吉社の御腰を担いでの合走を行った。義皇の主である関白藤原氏通りは義皇の他に、源の次寺を派遣して、これを撃退したが、その際、矢が御腰や新人に当たり、それが仏鉢となって、聖徳三年の死痛の赤字にをもたらしたとも、言われている。白川法皇を牽制していた、関白死痛が亡くなったことにより、白川法皇はやがて陰性を行うようになる。 義公は一時は義家に並ぶかそれ以上の牽制を手に入れたが、主である藤原氏通が亡くなってしまい、その勢いは失われた。また、朝廷は、比叡さんの図書の恐怖におののいたのか、この後義公が受領に認じられることはなかった。その一方で、義家は、白川法皇に志向し、正四義下に昇進して、印象伝も許されるなど再び勢いを強めていった。 過剰元年7月1日に兄義家が没すると、川内源氏の統領は、おいで、義家の三男の義忠が継いだ。それから三年後の天人2年2月3日夜、義忠が何者かに切りつけられ、二日後に死亡するという、源の義忠暗殺事件が発生した。真犯人は後に、源の義光と判明したが、当初は、美の源氏の源氏重ざねとされ、 無実が判明すると、次は義公と三男の義明が犯人と目されて、朝廷から剣議を受けた。現場に残された刀が義明のものだったことから、実行犯は義明の奪夫であり滝口武者である藤原紀宝で、あるとされた。義公は受けた剣議に対して反発し、着男義弘をはじめとする五人の息子たちもこれに、抗議の意を込めて不死揃って、 大御国公が山へ立てこもるという行動をとった。その際、吉明は病のために行動を共にせず、藤原紀宝の館にこもった。こうして公が山に入った一行ではあったが、当領を継いだ吉忠の追い為義が白川法王からの追悼命令を受けた上、義公の弟であり真犯人である源義光が為義の後押しをするに及んで、 甲賀山攻撃を開始すると技巧方は各所で敗退し、ついに技巧は降伏しようと言い出した。しかし、それに納得できない息子たちは抵抗し、着男義弘が技巧に切腹するように言い寄った。それでも技巧は投降しようとしたので、義弘は父に藩を示そうと兄弟たちの中で、真っ先に自害することにし、高い木に登って、そこから谷底に飛び降りて、 刀身自殺した。その後、次男義春も刀身自殺、四男義仲は昇進自殺、五男義則は切腹し、六男義公も自害して果てた。こうして次々と息子たちが自害していく中でただ一人、残された義公はついに甲賀軍を大岡寺で出家し、ため義に、刀工、三男義明も藤原木方も自害した。そして義公は佐渡に流された。 だが、二十年以上経った、天正二年、入る先の佐渡で再びためよの追悼を受けることとなり、ついに自害して果てた。後に、吉忠殺害は冤罪であり、真犯人は、弟皆本よしみであったことが判明している。祖父来信、父より近、兄義家、弟義しと共に、川内源氏の氏神である、坪井八万宮に併設されている。 つぼいごんにまつられている。ありがとうございます。